私、ジラフが気になったニュースの概要と感想です。聞き流すだけでも理解できるよ。暴露 YouTuber のガーシーのニュース、アカウントのバンについて、本人が色々と述べてるよ。でも、ちょっと見落としてるよ。と思ったことがあった。個人的に気になったので概要と感想を交えてまとめてみた。バンって何？バンっていうのはアカウント削除のことね。赤バンとも言われるね。ガーシーの YouTube が消えるってこと？ガーシーがチャンネル内でバンについて述べてる。YouTube は規約がいろいろと厳しい。ガーシーのチャンネルは取締違反になるのでは？名誉毀損などで。ガーシーは、それについては分かっている。違反にならないように、これでも暴露を控えているとのこと。内容に関しても抑え気味にしているらしい。バンされる可能性についても理解している。ガーシーの暴露を抑えたいと思っている。芸能事務所や関係者、芸能人たち、ガーシーを止めたい人はたくさんいる。そんな人たちがお金で雇った人々、雇われた多くの人たちがガーシーの動画を低評価、さらには一斉に YouTube に通報しているとのこと。大勢の人が一斉に通報すれば YouTube が動画を削除することもあるからね。動画削除だけで済めばいいけど、YouTube のチャンネルごと消されることもある。これをバンされるって言うよね。ガーシーを止めたい人々が、お金を使って大勢の人を雇って、ガーシーチャンネルを潰そうとする動きがあるよ。これはガーシーが自身のチャンネルで述べていた。今でもガーシーはいろいろな人脈がある。そんな人たちから聞いたらしい。さらに、ガーシーは誰がそんなことをしているのかは分かってるとのこと。ガーシーはバンされたらどうする？ガーシーはバンされても構わないと強気。暴露を公開できる SNS は YouTube だけではない。YouTube は規約が厳しいので掲載できない画像や動画、言葉がある。バンされれば他のサイトを使って、控えめにしていた暴露を、さらに強烈にしていくと断言。海外に住んで、海外サーバーを使えば無修正動画などもアップできるし、綾野剛の裸の写真のモザイクも不要になるよね。俺をバンしたら、もっとひどいことになるぞ、という警告。今ではガーシーのファンはものすごく多い。YouTube ができなくなれば、他のもっと規約が緩い SNS で暴露するだけ。だからこそ、バンされても構わない。暴露をやめるつもりはないと強気なのだ。でも、やっぱりバンは嫌。収益に関しては、バンされれば0円になる。すでに振り込まれているものは残る。1ヶ月貯めて、月に1回振り込まれる。ガーシーのすべての動画は収益化されている。これはガーシー自身が言っている。手続きの兼ね合いで、収益化した2月分と3月分が振り込まれずに溜まっている。ガーシーの動画の収益は4月20日頃に振り込まれる。でも手続きがうまくいってないので1ヶ月遅れる。5月20日頃に振り込まれる。これは嘘ではなく、本当のこと。数千万円ほどの収益が溜まっているはず。ただ、振り込まれる5月20日までにアカウントがバンされたら、今まで稼いだ収益は0円になる。ガーシーはバンされても構わない。ただ、もっとひどい暴露を違うサイトでやる。でも YouTube の収益が入らなくなるのは、痛いと言ってる。できれば、バンされたくないのだ。だから、バンされても暴露する方法はたくさんあると脅しているだけ。でも、もし、バンされた時のために、海外サーバーを使ったサイトを構築中、いろいろと手を考えている。ガーシーが見落としていることとは？ガーシーはバンされても構わない。暴露は続けていく。海外サイトでも収益化する方法もあるので別に困らない。海外のサーバーを使って、強気にやるよと言っている。もっとすごい暴露をすると言っている。これは逆効果なのではと思った。ガーシーのファンはもっとひどい、すごい暴露を見たい。そう思っている人が多数いる。だからファンの人はガーシーチャンネルを、バンから守るというよりは、逆にバンさせた方がいいんじゃないの？って思った。
そうした方が海外サイトや SNS でもっとすごい暴露が見れるからね。ガーシーのチャンネルがバンされた方がファンにとっては都合がいいのでは？ガーシーもこの暴露をずっとやれるとは思ってない。短い時間でたくさん稼いでいなくなるとは思う。ガーシーを YouTube や他の SNS で見れるのも2022年のうちだけだと思う。早くバンされてもっと過激な暴露を見たいと思う人が多いのでは？そんなガーシーファンが多い気がする。みんなはどう思うかな？